いや、ですね。ちょ、私、めったうちなんですけども。はい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。エルがこの町にいるっていう不思議。ってことで、まあ今回は、こっちで、あ、何？扉が開いてしまった。アイラ殿、姫様からお聞きになりましたか？そうそう、こっちが正しいって、アイラ殿やって、気分がいいわ。ルビスの命でここに向かっているという三賢者のことを。そうです。その三賢者こそ、僕が探していた人たちなんです。物を作る存在であるアイの殿に、こんなことをお願いするのも気が引けますが、これもルビスの導きというのなら、従うほかはありません。この人態度いいね。そのうちの一人の居所を教えます。コンパスを頼りに探してきてください。コンパスに目的地が表示された。ね、多分これ、またさ、エルの時と同じように、あ、やっぱりそういうとこに行くんやね。エルの時と同じように、多分今までに出てきたキャラのはずなんだ。はずとか勝手に決めつけるけど。で、次はこっちか。なるほど。ぐるっと。さあ、今回は誰だろうか。超楽しみだね。なんかもう昔のメンバーが出てくると分かったら、私は今、超テンション高いよ。ひたすら何もない荒野。なんか目印も何もないけんさ、ちょっと進んでいくのが。てかさ、こういう旗とか、キャンプ地みたいな場所がすごいいっぱいあるんやけど、この辺。なんなんやろうね。何があったんだろうか。お、あっちの方。いやー、気づかれない。よかった。 でも骸骨に気づかれない。あ、よかった。 その繰り返し。 気づかれたーって言おうとしたら気づかれないんだな。あ、なんかいるよ。メイダじゃねえ、あれ。お、なんか建物みたいのある。あっこか。あれに登って。やめて。お、あっこやん。あっこの一番上に誰かおる。三賢者。三賢者のうちの一人、ちょっと待って。あ、なになになに、モンスターを倒せ。鋼の剣ね、これ。オッケーオッケー。ん？いないけど、上におるんかな。あ、なんかおる。何？メーダだけは、姉子。え、姉子っすか。ちょっと待って。あ、なんか大砲置いてあるし。え、いや、ですね。ちょ、私、めったうちなんですけども。いや、消えるし。ん？消えるしっていうか、誰？メイダだよね。メイダ。いやー、助けて。え、薬草、薬草、薬草。危ねえ。いや、ちょっとあのね、君ら、めったうちにしすぎよ、この裏若き乙女を。いやー、助けて。ちょっとこれ。うお、向こう側にもなんか一匹おるけど、誰？誰よ、何？大魔導っすか。やめてよ。いや、やられる、やられる。回復してんの、今。もう。はい。これで仕留めたでしょう。おっしゃ、仕留めたね。ってことで、ちょっと待って。とりあえず、あっち側の、ちょ、回復しとこう。危険。これを使って、ちょっと利用させてもらいますよ。初めて魔法の大砲を手に入れた。薬草やん。ラッキー。そして、大砲、大砲。はい。向こうのやつをこれで、あ、一応ここでなんか防げとんかな、壁で。よっしゃ、一匹撃破。いや、ちょっと、どこ行った？大砲。あ、手に入っとる。あ、よかった、よかった。見えてなかったわ。はい。お、何？落ちてったよ。大窓落ちていったんですけども、大丈夫なの？あれ。あ、届かない、向こう側。え、あ、そっちにもいるの？ちょっと待って。とりあえずちょっと移動しまして、こっちから。あ、ダメだ、弾道が曲がらない。あ、そしてちょっと、体力。はい、オッケー。いける？いや、いけねえわ。じゃあちょっとこの辺から撃って。違う。 薬草じゃない。この辺から撃って。はい。え、どう？これ届いとる？届いてないんか。全く届いてねえし。はいはい。ちょっと待って、怖い。はい。
あいつは浮いとる剣落ちるとかはないんやね。え、うお、待って、やっつけたと思って油断してた今。おっしゃ、行ったでしょう、イエーイ。で、あっちにもいる、あっちにもいるから、とりあえず、よいしょ。あとこの一匹、あ、一匹や、あと。おーし。じゃあ、違う。違う。よし。どうよ、これで届くでしょう。はい。おー、びっくりした。はい。やったー、魔物の群れをやっつけた。んで、ちょっとこの大砲は持って帰っとこうっと。これから先も使える。アネゴ、え、多分アネゴでしょこれ。おお、メイドたちを倒してくれたんだね。あんたなかなかやるじゃ。あんたはアユナ、あんたどうしてこんなところにいるんだい。こっちが聞きたいよ。あ、怖い怖い、殴るかと思った今。ん、ルペスの導きで集まった三賢者を迎えに来た、だって。バカ言ってんじゃないよ、私の顔が賢者って顔かい。あれ、本人たちには賢者の意識はないのか。まあいいさ、実はね、あんたのために持ってきた大切なものが魔物どもに奪われちまってね。その魔物はきっとこの先にいる。さあ、あたしと一緒にぶっ倒しに行くよ。太陽の石を無事に取り返したら、あんたの町まで連れて行っておくれ。おお、太陽の石。あゆな、なんだか懐かしいね。久々に一緒に人暴れしてやろうじゃないか。コンパスに目的地が表示された。お、アメルダが仲間になった。一緒に来てくれるんやね。頼りになるよ、アネゴ。でもね、そんなに懐かしくはないんだ。ついこの間まで一緒にいたじゃないか。どこ？モンスターおるんよね、この先。恐ろしい、ちょっと大砲の用意を。宝箱しかないけど。ああ、ちょっと待って。モンスターを倒せ。ちょ、アネゴはついてこなくてよろしいのよ。ああ、くるくるくる。はいはい。はい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 。ちょ、アネゴ邪魔なんですけど。あ、姉子邪魔なんですけど、戦っててよ。びっくりした。いるの、いたの。ちょ、はい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 。やっつける、やっつける。んで、やっつける、やっつける。で、あれ、あの宝箱みたいなやつは、そいつか。はあ、仕留めてやる。あ、ちょっと待って。薬草、薬草。こんなとこでやられたくはない。すごい、姉子一人で超やっつけるじゃないか。やっぱすげえわ、姉子。強いわ。おっしゃー、これで全員でしょ。はい。え、姉子体力少ないよ。そんな向かわないで、向かわないで。やられるから。もう無理しなくていいから、私が大砲でやっつけるよ。ほら。魔物たちの持ち物の中に見覚えのあるものが入っていた。太陽の石を手に入れた。お、やったね。よし、ってことで、大砲を持ち帰って。はい、行くよ、姉子。いいね、いいね。ってことは、三賢者のうちのあと一人は、あと一人はあの子か。いやー、ちょっとドキドキするね。はい、帰る。キメラの翼を使って拠点に帰ります。懐かしの姉子。懐かしくないってさっき言ったばっかりやけど。ほい、来たー。ってことは姉子はこれからはあれかな、一緒に出かけれるのかな、違うのかな。へえ、なかなかいいところじゃないか。ここ温泉はあんのかい？ないよ。そうかい、温泉はないのかい。チェ、長旅の汗を流したかったんだけどね。水汲み場と噴水ならあるよ。噴水じゃないか、この周りのね。あゆな、いよいよなんだね。いよいよあんたが竜をぶっ倒す時なんだろう。私はあんたがマイラにいた時からこの時が来るって思っていたのさ。だからね、あゆな、私たちが住むマイラに古くから伝わる王者の剣の作り方をガロンやギエラに調べさせておいたんだ。時が来たらしっかりあんたに教える。まずは少しだけ旅の疲れを癒させておくれ。時が来たらっていうか、今すぐ強化させてくれよ。おっと、そうそう、あんたにお土産を持ってきたんだった。私たちの発明の成果さ、とっておきな。魔法の大砲を手に入れた。おう、ありがとう。超激突マシンを手に入れた。おう、マジか。またこれを使う日が来るのだろうか。あ、できたよ。ごめん、めっちゃ下だけど。おお、アユナ様。アユナ様じゃない、アユナ殿。三賢者の一人を連れてきてくれたのですね。ふん、あれがマイラに住むアメルダという方ですか。賢者というには、なんというか、その筋肉が豊かでなかなか荒っぽそうな女性ですね。まあまあまあ。え、
あれで発明家なのですか？あなたとコンビで様々な兵器を開発したと。人は見かけによらぬものですね。頭の中まで筋肉でできていそうな女性なのに。結構ひどいことを言うね。見かけによらぬといえばエミナ殿、魔物たちの王である竜王というのは一体どのような魔物なのでしょうか。なぜ竜王は人間から物を作る力を奪ったのでしょう。確かに物を作る力を失った人間たちは見る間に弱体化していきました。しかしなぜわざわざそんな回りくどいやり方を。苦しめたかったんじゃないの。どうせなら人を思いに滅ぼしてしまえばよかったものを。おっと、さすがに今のは言い過ぎましたね。しかし竜王はいくら魔物とて王の中の王とも言われるほどの魔物です。見かけは魔物なのでしょうが、何か特別な考えがあったのかもしれませんね。クエストコンプリート、鉄のインゴットを5個。よし、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという人は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかすごい姉御がすごいアピールしてたんだけど、なんだ今の拍手は。